安田幸彦2月16日から1978年4月29日は、大正昭和期の日本画家、農書家、東京美術学校教授、東京府出身、芸術院会員、文化勲章受章、文化功労者。幸彦は、前田清孫と並ぶ歴史画の大家で、清孫と共に称村した、法隆寺近藤壁画の模写にも携わった。 アスカの春のぬかた王、霊明富士、窓は、それぞれ1981年、1986年、1996年に、切手に用いられた。両館の書の研究家としても知られ、両館の記事新潟県出雲崎町に、両館堂を設計した。また雪彦自らも、皇居、新ングドの地草の間に、書、万葉の集荷を記号した。 ゆきひこは1884年、東京日本橋の料亭、百尺の四、男として生まれた。1897年、定室博物館で、法隆寺近藤壁画等の模写を見、日本絵画協会絵画共進会にて、横山大館、菱田俊僧、小堀智音らの作品に感動し、画業を決意した。1898年より、小堀智音に支持する。 生存らと共に、試行会を結成、東京美術学校に進むも中退した。後に、岡倉角蔵に認められ、1907年に日本美術院に招かれた。陰天の初回より作品を出品し、最高陰天にても尽力。廃病に悩まされながらも、晩年まで制作を続けた。1974年の、倉間寺三郎の牛若が幸彦の陰天出品の、 最後になった。1978年神奈川県大磯町にて、母子、母所は大磯の大雲寺にある。1934年12月3日、提出議原因となる。1935年から多摩美術大学美術学部で教授、顧問として教えていた。1944年東京美術学校教授となり、1948年に文化勲章を受章。 1958年、財団法人となった日本美術院の初代理事長となった。1959年宮中加会市の飯うど。1965年、東京芸術大学名誉教授となる。東京国立博物館評議委員会評議員、文化財審議会専門委員、国立近代美術館設立準備委員も歴任した。なお、雪彦の門下に小倉幸 森田公平、ますます、いみえ子、岩橋永円らがいた。初代、中村吉右衛門とは同年でしたしく、実刑に、吉右衛門一座に在籍した五代目、中村七三郎がいる。安田幸彦新潮日本美術文庫34、ISBN4 から10から60万1554から、4本攻略歴の定本。ありがとうございます。